オリックス宮城を獲得した当時の反応がヤバすぎた。石川外れ、河野外れ、宮城獲得、勘弁してくれよ。まあサウスポーは欲しいけどお前じゃない。ドラフト1位の的オーラではないこと確かだよな。俺の予想は当たるぞ。キャリアハイは8勝6敗。外れ外れ1、そりゃこうなるよな。くじ運はくすぎやって。オリックスさん、海のを待ってるぞ。お海のを待ってるって。今んところ投手多めやな。野手が小粒すぎるんで長打力のある選手が欲しい。まあどうせ小粒の守備型社会人なんでしょうけど。あきれ、おいお前らダルビッシュを信じろ。運妹濃すぎじゃね。こいつが活躍する未来が見えん。知ってたよ。もうスカウト陣と会議参加者は毎年会議の前日に三輪さんの墓参りしようよレベル。まあ海の輪2位以下でも取れる算段って来たんでしょう。役も行くのかどうか微妙だし、行かれたらハッピーグッド呪いたいレベル。ご視聴ありがとうございました。